なんか前みたいな感じになっちゃって、始められなくて危ない危ない。マイメロじゃないよ。よかった、寝てたと思ったでしょ。寝てない寝てないよ。とりあえず危ない。あ、そうだから今携帯でやってる、携帯でやってます今。でもなんか再起動させたら、再起動させたら多分大丈夫だったけど、なんか携帯もネットワークがなんたらかんたらピーヘラピーヘラみたいになっちゃって、やばいやばいやばいみたいなもう焦り。え、わかる、目乾燥してるの。やばい、最近画面見すぎて。画面見すぎてもう目がおばあちゃんです。しょぼ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 。コンタクトをしてるっていうのがすごいでかいですね。見て、マイメロのこれだけ取り忘れて残骸がすごいマイメロの残骸が。目薬、目薬、あったあった。今目薬注入した。今目薬注入したよん。ということで、この枠は違うな。 Wi-Fi 使えるかな。できた、いけた。今日もコスプレする。あ、今日ってもう日付変わって今日ってこと。やるよ、2回やるって言ったからね。でも今日のやつはちゃんと買ったんですよ。ちゃんと買った本日のやつは楽しみにしててほしい楽しみにしててほしいです。32分まで。いや違う、32分までじゃない気がする。ちょっと待って、でも視力めちゃめちゃ悪いと思う私。さっき2分オーバー、今回4分遅れ。じゃあもともとこの枠50分からの予定だったから、ちょっと待って、だからね違うと思う。ちょっと待って、もうショールームな、遅いんだよな。
3.1 もっと悪いんじゃないかな。あれ固まっておるぞ。見れるんだけどね、今くるくるしてる。ずっと百鬼のコスプレ終わった瞬間に脱いだ終わった瞬間に撮りました。写真も何も撮ってない。写真も何も撮ってないです。なんか恥ずかしくて何も残もうなんか絶対 YouTube とかに上げられるだろうなと思って、動画だけに収めて、恥ずかしかった。なんか自分はマイメロディーだと思いながらやってたけど、まあまあ恥ずかしかったです。いっさんだるまありがとうございます。2役目前メロディーになりましたリラメロディー、リラメロディーになった。これリラメロディーになったよ。いや明日のコスプレは楽しみにしてて楽しみにしていただきたい。頑張ったある意味。まあ、マイメロもマイメロで可愛かっただろうけど、明日のはね、すごいよ。なんか露出じゃないけど別に。露出じゃないけど明日のやつはエチエチですね。買ったよ、 2つやるって言ったから。ちゃんと買いましたよ。マイメロの残骸。いやエチエチではない、別にエチエチじゃなんか露出はないけどなんかまあエチエチみたいな、なんて言えばいいかな、難しいね。とりあえず露出はない。今日のねマイメロはね可愛く着たらこういう感じだったの。ちなみに何枠目でやる予定ですか明日ね。どうしようかね明日の時間帯。明日どうしようかな。ちょっと待ってね。
日まかないあるんだよ。だから待ってて、ま、ちょっと待って、ちょっと待ってね、ちょっと待ってね、ちょっと待ってね。ありゃ、明日は俺だな。まかない美味しいよ。今日はイチゴくれた。はい、明日のベンさんハートありがとね。明日の時間帯はこちらでございます。朝やって夜2回ですね。これあれだね、2回目にランリークイズやって3回目の枠でコスプレします。もう明日のやつはマジ自信作、届けばね、届くと思うけど、ちゃんとこちらでね。待って2枠目もコスプレつけないでよ。3枠目がコスプレですね。こちらになります。あのいつも私のスケジュールを作ってくださる神様へ、すいません、これをお願いいたします。ピコリピコリピコリ。10時40分から11時10分まで、朝がもう起きてるよね、みんなこのくらいの時間帯なら。ダンス配信見たダンス配信見たいの。ちょっとご多忙なんですよね、私が合間塗って配信するけど。合間塗って配信するけどご多忙なんですよ。ちょっと頑張ります。かっこいいリーラーも見たいな、なんて。あ、なるほどね。見たい人がいるならやります。いや結局なんかね、どっか借りてやんないといけないからさ、日曜日だからいいよ。ダンス配信見たい？
え、見て、壊れた壊れたんすけど、どうなってんだ、壊れちゃったマイメロディのリボン。ヨッシーさん、アンマン10個ありがとうございます。いや、あれなんですよ、日曜日はオンラインお話し会があるんですよ、ファンクラブ限定の。そう、ファンクラブ限定のオンラインお話し会があるから、家にいるけどいなくて。そう、でもちゃんと最終枠に間に合うようにはできるんですけど、そうなの、でもできるよ全然。やるね。そう、これ治んないよね、もうちょっと分かんないから置いとこう。そう、とりあえずだから明日はこの時間帯で行きたいと思います。お話しスタッフさんもいるからまあまあ恥ずかしいんだよね。今日のマイメロディーはマジで冒険だったな。これはこのマイメロディーちゃんは冒険でしたね。リラちゃんが好き、ありがとう。可愛かった。耳って気に入ってはない。見て見て、もうやなってなんかちゃんとしてないって言うんですけど、パチモンみたいな沖縄の方言で、やな、やなだよこれ、ほら、うん、これで頭突きしたら刺さるからね。やな、やなカチューシャです。やな、やな、やに何伸ばすってやなです。方言、そう、方言だと思う。でてかさ、もうなんかちょっとさ、何言ってるんだこいつみたいなさ感じだったからさ、コメント欄が消しちゃったんだけどさ、耳通ってさ、言葉やっぱ方言なのね。なんかさ、最近耳通って人にその、ま、耳悪くて、最近私が耳がめちゃくちゃ悪くて、なんかうち耳痘なんだよねって友達に言おうと思ったんだけど、耳痘って言ってもこれ多分伝わんないかもしれないと思って、耳痘って何って言われるかと思って、耳痘っていう単語を使わなかったんですよ。耳痘っていうのは耳が遠い人の、あの略称なんですけど、なんか沖縄ではよく耳痘って使ってたんですよ。耳側じゃない、耳側じゃない、
ミンカーって言ってる。あ、ミンカーって言わないかも。いや、私は耳頭って言うんですけど、耳が遠いで耳頭ね。そう、やっぱ方言なんか沖縄の人にしか伝わらないですよね、耳頭って。若者言葉なのかな。親に耳頭って言っても多分通じると思うけどな。よね、ヤフーでね、耳頭って言ってもね、耳頭って言ってもね、じゃあ耳頭って調べてもね、出てこなかったの、耳頭が。だから、もはやなんか存在しない言葉なんかなって思って、そう、びっくりしちゃったのよ。耳と手とみたい。私は耳とって耳とうって言ってるけど、耳とおだで、ね、うじゃなくて耳とうじゃなくて耳とおらしい。耳が遠いで耳と。え、駅近みたい。駅近要素あった。え、私語やばくない？ランディー語だったらやばくないっすか。単語だと分からん、話の流れがあったら分かる。まあだからあれか、ちゃんと説明したら分かるけど、それだけ言われても分かんないよっていうことですよね。ですよね。ダーマンの方がまだ通じるかも。まあでも耳頭に関しては、まあ、方言みたいなところあるからね、多分伝わらないっちゃ伝わらないかもね。沖縄の方言ってね、確かに難しいですよね。ということで、先にエイトさん、アットマーク、永遠にリラン中、イエーイ、イベント5日目、マイメロディーならぬリラメロディーになりました。どうでしたか？タワー、ありがとうございました。エイトさんのリクエストソングは、エブリデイカチューシャでした。ということで、ありがとう！ちょっともう、やる、ヤナーだから、このカチューシャ。ありがとう、エイトさん。ありがとうございます。先ほどのタワーのお礼だよ。ありがとう。嬉しかったです。ありがとう。いるよね。さっきいた気がする。あ、チュラカギでしたって書いてる。ありがとうね。垂れ耳も可愛いじゃない。やないよ。ほら、もうだからつつけるもんね、ほら。ガーンって。ガンっていけるもんだって。ガンっていけちゃうもんね。あ、歌の時間だ。
何歌ってほしいですか？リラメロディのかけらで。リラメロディのかけらで何歌ってほしいですか？カフェさん、猫ちゃんありがとう。アオラって何？ラップタイムね。全然青臭いロックかと思った。ラは一個もなかった。ごめん、もう選んじゃったから次歌いますね。じゃあタレマイメロディーで歌います。どうぞ。海の季節は終わってしまった。君を一度も誘えなかった。忙しい躊躇した。僕のスマホに残ってた写真、微笑む去年の水着の二人。恋が盛り上がってる時は気づかないことがある。あれっきりこれっきり悲しすぎるじゃない。どんなことあったとしても僕は変わらない。あれっきり会ってない。このまま忘れられるものか。そう本当の気持ちだから、ずっと好きでいさせて。君に会うにも理由がいるよね。そんな遠さも寂しく思う。僕の考えすぎだって笑われるだろうか。そばにいたい。君への思いは永遠だ。時がそう過ぎ去ったって、日はもう沈まない。好きでいたい、また会いたい。一度も忘れた日は続けること。自分たちを
思われてもいい。もう一度もう一度君を誘いたい。あれっきりこれっきり、そんなの悲しすぎるじゃない。どんなことあったとしても僕は変わらない。で、あれっきり会ってない。このまま忘れられるものか。そう本当の気持ちだから、ずっと好きでいさせて。好きでいた、これからもずっと。ということで、本日のラストソングはサステナブルでした。サステナブル、王道アイドルソングですね。サステナブルでした。多分37分までだなこれ。もう分かんないから38、30、そうね、あともう少し、もう少しです。イベントも残り2日だね。まだ終わってないか。まだ5日も終わってないわ。あ、肉もありがとう。ね、5日目が終わろうとしておる。ということで、イベント6日目、ん？違う、イベント5日目終了でーす。カン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 。おう。ということで、イベント5日目無事に終了いたしました。終了いたしました。皆さん3日目も5日目もお疲れ様でした。ガシッお疲れ様です。
今日寝るとこ決めてるよ。でヨッシーさん、イベント5日目パフェタワーありがとうございました。マイメロリラちゃんどうでしたか？超恥ずかしかったです。ヨッシーさんのリクエストソングは好き好き好きでした、ということでありがとう。垂れる垂れる垂れ耳になる、ありがとう。ヨッシーさんありがとうございました。ありがとわー。ありがたわーです。いるよねヨッシーさん。ヨッシーさん、ヨッシーさんもう寝た？寝たかな、寝たかな、いる？スクショできた？この夜になるとみんな 寝ちゃうからね。あ、いた、よかった。スクショできました、ありがとうございました。パフェタワーありがとね。よし、みんな寝る前に書かないとあ、もう一回。はい、よしさんありがとう。ありがとうございます。よし、じゃあベンさんの書いて終わります。今日はとんでもないです、ありがとうございました。今日はもうね眠いからもうさっさと寝るよ。今日は昨日まあまあ寝るの遅かったけど、今日は早く寝る。朝配信もありますし、今日はどっちで寝るんだろうね。みんな考えててね、明日のランリークイズまでに明日のランリークイズまでに考えててくださいね。床って何？床とは、床っていう選択肢はないっすよ。それこそさ、ソファーがないときは床で寝てたけど、
ドアにもたれながら寝るってこと？バカじゃん。ベイさん、アットマーク、エイトとランディ頑張れさんへ、イベント5日目、氷くまとありがとうございました。恥ずかしかったけど、頑張れって言ってくれたからとても嬉しかったです。ベイさんのリクエスト曲は涙の湘南でした。ということで、マイメロランディちゃんでした。今はかけら、マイメロリラメロディのかけら、ありがとうございました。ベイさん、ありがとうございます。おい、電車の床で寝てた人見たことある？それはもうアホ潰れてたんかな。ということでね、皆さん、本日も今日も今日とて今日も今日とてありがとうございました。ということでね、終わります。ランキング見ます。13位モグ先輩、アットマークリラン中、イエーイ、ありがとうございました。そして12位がクロケンさん、アットマークイベント中はリラン中、イエーイ、ありがとうございます。そして11位がトンボさん、ありがとうございました。そして10位がチョロさん、ありがとうございます。そして9位が 662BPM さん、ありがとうございます。そして8位がガラパゴスさん、ありがとうございます。そして7位がベンさん、アットマークエイトとランディ頑張れ、ありがとうございます。そして6位がツインピーマンさん、ありがとうございます。そして5位がイチさん、アットマークリラン中、イエーイ、ありがとうございました。そして4位がヨッシさん、ありがとうございます。そして3位がアイスカフェさん、アットマークリラン中、イエーイ、ありがとうございます。そして2位がサクサクさん、アットマークリラン中、イエーイ、ありがとうございます。そして1位がミンチャーさん、アットマークリラン中、イエーイ、ありがとうございました。ということで、皆さんゆっくりゆっくり寝てください。ということで、この辺でイベント5日目もありがとうございました。それではおやすみなさい。バイバーイ、おやすみ。